皆さんお疲れ様です。夕方のひとときを楽しくするちょっとゆるめの情報番組、ブッシュアップイブニング。木曜日は私、ワロップ放送局アナウンサー金谷舞がお届けいたします。本日は11月1日です。いよいよ11月に突入しました。今年も残すところあと2ヶ月ということで、なんだかとっても早い気がしますが、2012年11月あと2ヶ月ということですので、皆さん今年も悔いの残らないように、あと2ヶ月でやりたいことすべてやっていきましょう。さあ、11月1日の木曜日ということで、本日はベースボールデーです。この後のコーナーでは今行われている日本シリーズのお話だったり、あとはアマチュア野球のお話だったり、エクストラタイムでは先週行われましたドラフト会議のお話していきたいと思います。まずその前に最初のコーナーなんですけれども、今日が何の日ということで、今日11月1日はこちらです。まず最初に犬の日です。犬の鳴き声ワンワンワンの語呂合わせで、11月1日が犬の日となっています。その他寿司の日、全国寿司商環境衛生組合が1961年に制定しました。新米の季節であり、ネタになる海や山の幸が美しい期間であることから寿司の日となっています。そして最後にもう一つ、本格常駐の日です。1987年9月に九州で開かれた本格常駐業者の会議の場で制定され、日本酒造組合中央会が実施しています。その年の8月から9月頃から仕込まれた焼酎の新酒が飲めるようになるのが11月1日頃であることからということです。さて、そんな11月1日、本日スカイツリーのお天気は晴れ、気温は22度ということで、今日は日差しがポカポカで暖かいですね。ちなみに明日のお天気は晴れ、最高気温は17度となっています。ということで、明日も晴れますが少し気温が低くなります。では CM を挟んで今日のニュースをお届けします。